それじゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。また今度。あ、水木さん用がですよね。はい。あ、僕の方が先降りるんで水木さんお先にどうぞ。あ、松尾さんすいません。よし、じゃあまず三茶の方へ行って、あ、その後洋画にお願いします。玉川通りでいいんですかね。え、それで。じゃあ玉川通りで洋画お願いします。あー、結構かかっちゃいましたね。押しちゃいましたね。失礼。大丈夫ですか、喉。はい、最後の方かすれてましたけど。ええ、いや、張り上げちゃうんですよね、つい。いいですね。はい。水木さんは枯れたりするようなことないですか、声。ああ、私はあんまりそういう感じの、あれじゃないんで、めったに。ああ、そうですよね。叫んだりしないですもんね。そうですね。そうでもないんですけどね。え？いや、これから帰って原稿書かないといけないんですよ。大変ですね。じゃあお忙しいんですね。はい。水木さんも今はお忙しいんですか。まあそんなにはあれじゃないんですけど。あ、忙しいです。大変ですよね。ええ、忙しいといろいろね、バタバタしちゃいますよね。ええ、買い物とか行けないですしね。ええ、水木さんは休みの日とかどうしてるんですか。何してるんだろう。何もしてないですね。ああ、そうなんですか。はい。あ、まあ僕も何もしないですけどね。考えてみると普通に映画見たりゲーセン行ったりするぐらいで。ああ、ゲームセンター。ええ、いつまでも少年の心を失わないようにしようと。それは冗談なんですけど、水木さんはゲームとかやられます？いいえ、全くやったことないです。ああ、そうですか。じゃあいろいろと大変ですね。はい。いや、ゲーセンとか行ったら。ああ、それと僕すごい肩こり症なんですよ。肩とか凝ったりします？いや、私はあんまり。あ、いいですね、羨ましいな。ええ、ガチガチですよ。人に揉んでもらったりするんですか？あ、たまに。気持ちよさそうですね。気持ちいいっすよ。ねえ。ねえ。あ、全然関係ないですけど、煮沸ってめんどくさそうですよね。ああ、ねえ。あれ、コンタクトじゃなかったでしたっけ？違います。ああ、そうか。あ、そこの一つ先の交差点を左に曲がってください。はい。あ、また今度お互い時間ができたらゆっくり。そうですね、ぜひゆっくり。左に曲がって二つ目の信号のところで止めてください。はい。この辺りでよろしいでしょうか。はい。じゃあ、私の方でまとめて精算してもらうんでいいですよ。一応。でも計算がかえって面倒になるんで本当いいです。あ、そうですか、すいません。じゃあここで失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様です。またぜひ。はい。お客さんは、失礼ですけど歌い手さんかなんかですか。いえ、違います。ああ、そうですか。いや、声がどうのこうのっていうもんだから。ラジオのデスクジョッキーの方とかそういうのか何かと思ったんですけど。声の仕事というか声優をしてます。ああ、そうなんだ。
アニメーションか何かの。はい。そうか、声優さんか。でも大変ですね、遅くまで。ええ。今の男の人も声優さん？あ、いえ、あの方は演劇の人なんです。え、演劇？舞台の演出をしたり、自分でも出演したり、あと何か雑誌に文章を書いたり、まあよくわかんないんですけどね。そう、すごいんだね。いや、何なんでしょうね。おお。大人計画っていう劇団みたいのも主催してるんですよ。大人企画？ええ、いやらしい名前だね。本当。なんかアダルトビデオのメーカーみたいな名前ね。どうなんですかね。あ、でもなんか自慢してましたよ。俺はいやらしい写真を撮ってるんだみたいな。それは趣味で？いえ、仕事で。そう。だからそういうのも作ってるんじゃないですか。出してますよ、きっと。そう、絶対。じゃあぜひ見てみたもんだね。いやらしいですよ。そう、みんなそう言ってますよ、いやらしいって。ああ。あいつはいやらしいって、いやらしい目つきをしてるって。死んだ魚の目をしてるってスタッフも口を揃えて言ってますよ。若い入ったばかりのスタッフも。おお。今日なんかもスタジオで私のこと舐め回すように見るんです。ジロジロと？いや、ジロジロなんてもんじゃないですよ。もうピチャピチャ、目が舌舐めずりしてるんです。そうなんだ。思い出しただけでゾッとする。怖いね。どうしたらいいんですかね。気をつけた方がいいかもね。もっといやらしいのが手の甲、見ました？見たよ。あのふさふさした毛、本当にふさふさって音がするんです。運転してても聞こえたよ、ふさふさって。あれ、そうなんだ。すごいでしょ。怖いね。収録中もマイク拾っちゃうから、それで NG になっちゃったりするんです。そう、気をつけた方がいいかもしれないね。あと平気で入れ歯をスタジオのテーブルに置くし。入れ歯なの？ええ。だってそんな年じゃないでしょ。若い頃シンナスって歯がボロボロになったんですって。それをまた温厚見習いの子に自慢するんです。俺も昔は悪だったみたいに。小倉ではナウテのシンナ中毒だったとか言って。定番だね。でもふがふが言うから何言ってるのかわからないんです。怖いね。それからもっとすごいのが。あ、ちょっとごめんなさい。もしもし、松尾です。どうもたびたびすいません。いいえ、あの一つ気になったことがあって電話したんですけど。はい。今日休憩中のコーヒー代ってひょっとして水木さんが払いました？あ、はい。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。いや、僕てっきりスタジオのどなたかが払ってくれたものとばっかり思っちゃって。いや、今電話したら誰も払ってないって言うからびっくりしちゃって。いや、いいんですよ。あ、明日事務所の方に送金しますんで。いや、いいです。あの、本当にそんな300円くらい。いや本当、今度ぜひ、じゃあ何かの機会にいただきますんで。怒らせてください。楽しみにしてます。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。それでどこまで話しましたっけ？あの男の人のもっとすごい話。ああ、そうそう。あの人、ここだけの話、カツラなんです。だいぶ薄かったよね。そこが巧妙なんです。結構着てるヤバめのカツラを特注でいくつも用意してるんです。何でも若い頃から若ハゲのカツラかぶって、いざという時のために備えてたら、それが原因で群れてハゲちゃったんですって。なんかユーモラスだね。そういう人なんですよ。怖いね。いや、もっとすごい話があって、あの人ああ見えて